プリオパーティーストリーだからということでさ、やっていこうか。俺の青春、俺の青春、俺の青春ということでね、はい、こんにちは、ブルーホースです。というわけでね、やってまいりましたマリオパーティー3ということなんですけれども、声が多少荒れているのは、お許しください。まあ、テンションはいつも荒れてるからね。ということで、今回初見プレイではない、まあ、マリオパーティーもマリオパーティー2も初見じゃないんだけど、ごめんね、これちょっとね、義理の兄貴とやった記録が残っているので、ど真ん中、2をニューでね、やっていこうかなというふうに思います。ということで、お名前は、じゃあブルーってなってたんでね、じゃあこっちはホースにしようかなと思いますね。おっそ。はい、で今回なんですが、ちょっとね、これ現役の頃、現役の小学生中学生くらいの頃に、まあもう一番遊んだだろうなっていうゲーム、マリオパーティーシリーズの中でも今なんかめちゃくちゃ出てるけど、パーティーモードしかやったことないので、ストーリーモードってまあ全くやったことがないので、一人用のモードですっていうことだから、まあ、こっちをねやっていこうかなっていうふうに思います。ということでね、23年越しにね、じゃあ24年越しか、24年越しにね、ストーリーモード始めるようにゲームを行いますが、ワリオが、じゃあワリオじゃない、ワルイージーがいな、俺の相方ワルイージーなのに、じゃあゲームのレベルを、じゃあ調子乗ろう、難しいで、ゲーム設定はそれはもちろん全部ですよ、ですああ、そんだけ相方は誰にするとかそういうのはないのね。で、何古い宇宙の、これもしかして、また、最初に皆さんに見ていただいたオープニングをもう一回お見せする形になるのかな。めんどくさい。多いんだけど。でも、どうせあれだよ。しかもさ、千年に一度生まれるさ、ミレミアムスターとかって言ってるけどさ、わしが欲しいやつはいるかとかって言うけどさ、おっさんなんかいらねえよっていうね。だいたい生まれたてほやほやなのに、なんだそのご立派なおひげはみたいなね。待って、こんな繰り返しでまさか物語が繰り広げられるのであるのであったら、さっきのシーンぶっ飛ばしてやってたのにな。ごめんみんな。ちょっと待ってね。あーやばい、本当に喉の調子が悪すぎてさ、声がガスガスなんでな。マリオパーティーで決着をつけましょう。サイコロ持って、今回からね、このサイコロの、なんかサイコロちゃんがね、名前忘れちゃったけど、なんか MC を含めてくれるから、キノピオクビになってさ、キノピオデュエルミニゲームのなんか一番役に立たないキャラに張り立つんですよ。攻撃力もないし、防御力もねえし、ね、じゃあおめえ何ができるんだよって言ったら、ヤッホーしか言えないみたいな。で、ミレミアムスターじゃあって、何これ、いろんな場所で冒険をして、スターの証、スタースタンプを集めていき、で、優しさ、力、愛、勇気、可愛らしさ、なんかあれだね、トライフォースをさらに強くしたバージョンみたいな。うん、ザ・チェノスタースタンプということで、何これ、ミニゲームをクリア、知恵に関するミニゲームをクリアしていけば、なんか、それでなんとかなるぜ。聞いちゃった、クーパー様に言ってやる。どうぞ。ストーリーモード難しい。あ、準備ができ、ヒーヒー、ストーリーモードではミニゲームルームに行けないじゃん。デュエルマップに向かう。これ普通にマップをクリアして進めていく系なのか。ああ、じゃあちょっともしかしたら長編になるかもしれないな。それ予想してなかった。なんかミニゲームパーティー的な感じだった。ヒーヒーレック難しさ、寒い寒い雪の大地です。それでは挑戦者の皆さんどうぞ。人間が2人しかね。あ、15ターンですか。はい、ここの準備よろしいです。行きましょう。こういうのはね、エモい方々がね、エモい感覚をね、味わいたい方々がね、これ見てる方々多いと思いますので、ここがサクサクとね、ルールを知っている人たちが集まっていると信じてやっていきましょう。マリオパーティー4まではね、立体的なあれじゃないんだよね、平面で戦うんだよね。5から確かなんか登ったり降りたりみたいな、こう立体的なモードになってるんですね。待っていたぞマリオ、ここが噂のヒエヒエリンクじゃ。寒い寒いこの雪の大地でスーパースター目指して戦うのじゃ。今回の戦い方約束通り、このチェノスタースタンプをスタンプカードに押してやるぞ。では戦いを始める前に順番を決める。あ、前回までマリオパーティー2でさ、やった1番から9に4番に、これそのままの順位にならないように大丈夫か。難しいとはいえ初戦はあれでしょ、第1ステージだからいきなり混乱させられるようなことはないでしょ。ああ。ただいま夜中の、姉妹ですね。眠いよ、仕事しながらこんなこと。スターの位置はここです。
もうね、あのね、マップとかもう全く覚えてないからね、何でも20年ぶりとかにするからね、中学生以来とかやってないからね、そこからやっぱゲームキューブ B ってさ、こうレベルアップしていくに従って、まあ覚えてないもんね。なので、6を出せばいいということだけは今分かった。で、こっちと、あれ、ちょっと、設定変更で、あ、OK。会話のスピードを速くしましょう。で、セーブは、まあ、今のところしてなくていいかな。これは見なくなるんですね。ミニゲーム説明は見ましょう。移動速度は速いにしましょう。早速行きましょう。ヘイ。これまで普通設定あったのかな？設定あったのかな？仲いいな、さ。よし、じゃあ行きまーす。あぶら、行きまーす。おー、来たー！チャ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 。あの何よりもあの5コインをもらえることよりも5コインを払わなくて済むっていくといきなり1人いきなり1人ゴロゴリはコロあこれもう無理じゃん無理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 こんなもうあの1人が負けるために作られてるゲームですからねはい頂上のマシンでどんどん岩を落として3人が頂上に登るのを邪魔しましょう岩を落とす方法岩を落とす軌道はい行きましょうしかもさ優しいだったらあれだけどさ難しいやつらをさ、こんな無理に決まってんじゃん。まあ、とりあえず、まあ、あの、初戦なんでね。あ、勝てるかも。え、勝てそうな気がしてる。うい、オッケー、よっきょっきょっきょい。うい、うい、うい、うい。やばい、負ける。あー、ちゃん、あと3秒やばい。ダメプッシュしすぎた。これは勝てへんわ。ダメプッシュすぎたなー。しまった。やらかしたわー。いきなりビリになってしまった。まあ、まだね、初ターンですからね。15しかないってことはね、逆に言うとその逆、おめえも止まるんかい。4倍。逆に言うとその逆転をするチャンスもちょっと僕よりも短いかな。あーいいな相手。あじゃじゃーん。つつきそうだこいつの部屋さだってバナナの皮で溢れてんだもん。それは無理だ。おめえら仲いいな。いいからよ。でほい。7。おーいい感じ。どっちに進むのが 1,2,3 あーなるほどね。あーなるほど右に行ってっすね。行きましょう。クンクンクン。そっかなこれ5コインまでだったらちょっとやってアイテム買う。キノコキーマン買い物電話ワープロ。あースパキノでも買っちゃったらキノコー次のミニゲームで買っちゃいいんだもん。イエイイエイ買ったらキノコ使ってそこをどうだ厳しい。あーこれあれだ今度逆に一人が強いやつじゃねえか。なんだ運がねえな。力になった3人を取り替えましょう。力になった3人ってのはもはやパワーワンだ。連打でもがく。マジックハンド投げたのを仕掛けたい。動かさんでよろしい。しかもなんかあれやな一人の方やな。しかも地形な。ほらどうなるでしょう。60秒って長いって30秒でいいべ。早い。そうピーチ頼むピーチ頼む。でうまいんだよな。まさかの15秒で決着がついた。20秒か。ほら言ったじゃん一人の方が強えって。これえぐー。半端ねえなぁ。もうすでにドンキーと20コインも差が空いてるよ。やばい。とにかくなんないかね。分速やろ。これでまたピッチしてたもんね。じゃあもうあれやな。スキッとんの。さあ、買って。よ。何買う？マジ無駄なんだな、貴様。しかもこスタートリオルか、そうか。スタートリオルかな、どうしようかな、どこ行こうかな。マジで無駄な時間使わせた。そう。ピーチ、君好き。うん、抱いてあげるよ。どうしようかな、どこ行ってきて、ほら、なんかでかい数字だった。じゃあ、まあ、こっち行くか。ディズニー行っちゃうか。あ、いいね。これはアイテムゲームだ。
ちょっとなんか、しかもこれなんか結構難かった気がする。これどうやるんだったっけ。マリオパーティー2からなんか AA でヒップロップが出る。あ、テレベル欲しいな、テレベル欲しいな、あ、違いました。A でヒップロップしてから、はい、テレベルはどうやって見るの。3つくらい離れるのかな。どうなんだろう。とりあえず、あー、はい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 、はいはい、まあ、悪いな。あんまり欲しいと思わなかった。今その使う、そのなんだろう、目安がついてないですね。あー、これ悔しい。モグピックつかないと。いや、これむずいな。ニアピンぴったり。あ、でもこれあれか、これ一番最後だから、うん、ただグリーンの上のカップをめがけてボールを打ちましょう。カップに一番近い人が勝ちになります。ショット、強さ、ボールを、グリーンの傾きを考えて投稿を決めましょう。カップにボールを入れた人は必ずポイントをもらえます。めちゃいいな、ね、こういう時に限ってのね、コンピューターってね、全くね、考えないで秒で打つからね。ちょっと弱めだった。若干だから風関係あるのかな、これ。全然力の加減をこう考えないで打ってる。大丈夫。今のところヨッシーだから、ドンキーは勝ちがない。コキイチ、あ、なるほど。じゃあ 0.99m よりも、あ、ふい、こういうことですよ。こういうことで、たしなむとはこういうことなんですよ。ゴルフはたしなんだもん勝ちですからね。はい、じゃあ俺の勝ち。よこせ、お前らから10個言うよこすのじゃ。やっと勝てた。それでもまだビー、マジか。サクッとドンキーに取ってもらって、で私の進む方向にあのミレミアムスターさんをいただきましょう。ユニコ、あ、なんか笑える。ハハハ。さあ何買う。おうおう、100点数なんでやろ。え、お前、どういうことは早く言ってよ。俺ここに隠し記録あるから、違う、隠し記録あるからって。うわー、ポイも負けて、スタースも負けて、もう先真っ暗。ほうほうほう、おー、マリオパーティー2の時もあれだったけど、序盤全然勝てないよね、こういう時。さあどこに行く。あーと、これは俺の行く方向で合っているか。じゃあキノコ使ってちょっとあったら、こうなるんやったらあれなんですか。スパキノコ買ってくればな。こちらあれだもんな、もう貪欲にスターをめがけて走る。じゃあとりあえず入っていきましょう。ヤッフー、あれっぽい。こういう時に限って、うっとやん、しょぼ。ちょっと待ってね、待て待て待て、これ一発ってあんま意味ない。ガンマス、あ、やった、1分もらえる。あ、違ったわ、違ったわ、違ったわ。やっぱあいつらもあの来たし止まっとったから1分全然溜まってねえんだ。うわー、あ、いや、あ、これ好きなやつ、好きだけど上手くはない、むずいんすよ。右下のマリオとかもそうやもん。スイッチブロックを叩いて奪い返える絵のパーツを1つずつ止めて新しい絵を作りましょう。スイッチブロックを叩くと後に止めるパーツほど入れ替わる速さが速くなります。一番の高得点と同点の人はみんなポイントもらえます。あ、そういうなんか優しい仕様になっていくね。よっしゅー、右下とかあんまりいることがないから分かんないよね。ミスター、ミスター、ミスター、ミスター。え？誰だよお前、ジジイじゃん。なんかもうあの50年、そしてうまいな、ヨッシー。ヨッシー、うま。なんで逆に最後だけミスったん？うわー。もうなんか50年後のマリオみたいな顔になってもうた。う
わースターは持ってるしコインもマックスだしもうなんかもうおーいいなー トップ街道まっしぐらだなあーで奪い去ってコインも持ってけねえしスターもねえしでもドビンじゃねえかよでがっかりもしねえしやっぱ 4番目ってなんか高橋さん嫌な予感がするあよかったこれってドンあじゃあこれ逆にクリスタフを持っていかれた方がいいんじゃないかあ、違うわうわー手回ったもういい、もういい、こせったのもあーしかも、あーもうなんかいろいろやってもうたあー悔しい悔しすぎて、ヘドが出るあーもぐもぐビッグ最高でヨッシーに勝って勝ってしまうのがなんかちょっとシャクだけどなんだっけ？これはよくわかんない。あー、こんなんあったね、先輩。大砲の向きを操作して、真ん中にあるミニクッパの的をどんどん当てましょう。大砲の向き、弾を動かす。左側のヨッシーをバーンって撃って突き落としてこれだけの手軽にしたんですよねうわーこれミスったなジャンプで避けとくべきだったのねそっかなんか近道をしようとかっていうそういうズルをやったらことああなっちゃうっていう典型的なレースでやってしまったわミスターを飛ばそうと思ったら多分もっと強くなったかな4位とか3位だからってやっとなるよあったかあとはして2魔法トランプだとあーうんダメだこれかける日差しがね今何ターンだ10避けるだけ殴り合いとかできる自由に動くフィールドの上からライバルを落としましょう。あ、攻撃できるのね。ドロップ。攻撃。フィールドは時間が経つと、ランチとかの状況で注意しておきましょう。ちょっといくか。まずは、お前だ。あばい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 いやこれはこれちょっと冗談抜きでやばいなその、あの真剣にゲームをしなければならない気がしますなんか こんなになんか本当にふざけてやってたら追い込まれていくと思ってもいなかった貴様らは高速に進んでいくぐらいですよねここでどうなるアクションタイム誰もいなくなったないよ、ヨッシーだぞヨッシーもいなくなったあー、そういうことかシュ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 引っ張れる、引っ張れるですよね、ですよねですよねだってそんな予感しかしなかったです違うだろ20コインいるんだっけ？いやなんかタダだった気もする。人によってはタダだったり、あのちゃんと払わなきゃいけなかったりっていう差があった気がするから、どうなんだろうな。いや、どうなんだろうな。どこをしてもらったの？あ、これも20コイン払うね。俺だけじゃん、スターないの。なんか救済措置ないの？今何ターン？まあスタートボタン押しも開けない状態ですね残念でした次は
またヨッシーかドンキーじゃん。俺絶対スパキの買わない。あ、でかい通じ。でも一品してねえだろ。これ、このパーフェクトじゃん、もう。パーフェクトバンクじゃん、もう完全に。あ、一人一人。ちょっとわからつけ。あー待ってね、これね、喋りながらやってたら多分ね、ダメだから、マジで真剣にやろう。ね。はい、棚に鍋ら、棚、よくよく、あ、落としてる、落とした。はい、カードを許してる。3ポイントより少ない分、痛くならなくなってる。ね、yeah! okay! ね、もう覚えてない。やばいな、マジで覚えてる。あーあ、ちょちょ、待って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 、お操作せー。ああ、終わったー。だよねー、逆な予感がしたんだよ。おお、これひどいなぁ。最後のルイージと卵だけでもせめて入れ替えれてられたらなぁ。あー、やってまったー。こういう時あれだよね、あのせこくさ、あのスマホで画像でも撮っときゃよかったな、今更になった。いやー、これ勝ちの兆しが見えねえなー。初っ端からこれ詰まる、こんなひどいことあるか。うん、じゃあこのターン終わったら一旦終了しましょうかね。はい、あ、いけないって。お、これで勝ったらミニゲームでいけんじゃないか。20個くらい勝てようぜ。20個。20。よし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 、どっちだから耐えるんだよな、これな。それで勝ってしまえば、あ、これ地味に嫌い。引っかかりまくりそう。鉢植えに水をたくさんあげてバックフラを育てるので、雨雲の下に行けば水をあげることになると、マグラフラフラ動いてる。水に当たったバックフラピカ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 と嬉しすぎて同時に光合成もしちゃうように。ちょ、なんか幅がでかいやつがいるんだって、茶色いさ。痛い、ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだ。本当にこれ、あ、店長、なんでなんでなんで、こんな3回も欠かされるなんて。あ、ダメだ、全然ダメだ、全然ダメ。なんかもう、あの幅の広いさ、うんこ広したやつがもうめちゃくちゃ陣取ってたから、そうだわ、本当に。しかも3番目かよ。いやー、これはえぐいし、ひどいなー。あー、マジでいいとこないわー。そんなことある？20個に取られたくなくて、どっちにするんだ？あー、でもどっちにするよ、あれなのか。じゃあ、もう切ったほうがいい。はい、これなんだ、買ってやろう。耐えらないな。逆転目ですか。よし、いいゲームも勝てません。コインもありません。スターもないです。終わってんな。なんか救済措置ないのかな。怖いやつも仕方ないですね。ジャンプできるんですね。はい、このゲームは最後までのこれば、コインがもらえます。スタート！
うっせえジャンプしたやん今。ああもうダメだ、あぐっちゃった。あーミッキーになるまで残れないタコさ加減よこれも。やばいね多分ね。これ見てる視聴者さんからしたらさ、こんな下手くそなやつがゲームすんじゃねえよって打ち切れる。なんだよ7コインって。あ、しまった、セーブするの忘れてた。ごめん、一旦延長しまーす。クエスチョンも手に入るしさ、まあ、ダメだったらダメだったらさ、面白かったからっていうことでもう一回やればいいんだよ。飛ぶだろ。はい、もう一回。あ、ちょっとこれ俺巻き込まれない、大丈夫。面白いからやっていいんだよ。あーマジで救済がないわ、辛いな。さらきに横に奪われたところになるほど。クッパ革命ドカーチョークッパーチャーザッセー、一番嬉しいです今の中では。何俺40コインになる、いいね。よし、俺以外全員コイン。あーこっから逆転を目指していくぞ。コインやっぱりこっから逆転できる気がしがない。だってミニゲームスターもないし、コインスターもないし、ハテナスターもないし、わっ、ショーサーチライトの方どうだっけですね。よし、捕まえたやつもこれ何ダメかな。よし、よし、じゃあドンキーか、ドンキー押すぞ。これで捕まえられへんぞ、もうあれ相当減らして。ほら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 、はい、オッケーオッケー、はい、ガシャーン。これあれやで、落とし方ミスったら命終わるわ。これさ、3人が10ポイント取っても仕方がないんだよね。ミニゲームスターもね、ミニゲームスターを落とすこともあれじゃない、あ、ちょっとちょっとストップ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 。ここで一旦ね、セーブしています。で、はい、じゃあね、ちょっと30分くらいのね動画になっちゃいましたが、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。またね、次回パート逆転できるかどうかっていうところをぜひね目の当たりにしていただけたらなというふうに思いますので、チャンネル登録もよろしく。ではまたまた、チャオ。